僕は最近空手をね、習い出しまして、そうそう、この道場が家の近く、僕ずっと中国拳法を習いたかったんですよ、僕もそれはそういう漫画を読んで出会って、あ、こんなんいつか習ってみたいなと思ってたら、家の近くに道場を見つけまして、中国からの、直で伝わってきた空手みたいな、習いたいな、でもな絶対時間はやろなと思って、一応話だけ聞こうと思って、入ったんですよ、なら、この道場はずっとどれくらいの時間空いてるんですか、24時間空いてます。聞いたことないよな、道場で24、いつ休むのっていう話。そうそうそう、いや、フリー練習めっちゃできますやんみたいな。そうなんです、みたいな。このなんか指導、全員なんか生徒集めてバンバンバンやるみたいな指導はいつやられるんですか、それ24時間いけますいつでもいいんですか、はい、もう1ヶ月の間、何回来てもいいです、来られるなら、朝の4時からでも、僕が起きているなら、全然大丈夫です起こしてる可能性もあるやんな、こっちが電話して月謝は、月謝3000ですすごいでしょ、儲ける気一つもないもんな、はい、今習ってんのが、習ってるっていうか、まあ、その初日ね、初日習ったのがこれ今内股になってます、足元ね映ってないですけど、内股になって、こう、これで、もう完成なんですよ、上地流空手って言うんですけど、もうこれでこれがもう全てなんですって、上地流空手が、その代わり全身にこれ今力入れてるんですよ、カッチカチにしてるからね、カッチカチ、聞いたらこの力士さんってこうしますよ、これはこうしたら体重をかけれないんですよ、ほう、こうすることによってこの体の重みごとをこう押すから、なるほど、これが多分上地流にもつながって、僕の見解ですよこれは、あくまで、これでだからもう指先全部に、足も体中全部、これをこうやってねすり足で、これ動く、これだけ、これ往復3時間もう無理や、ほんで山田さん、組手になった時に、こんな殴ってる時間ありませんよ、いらないです、ここに、これね、これの基本のやつ、ここに置いて、まあ、こんなね手の形なんですけど、このまま何回も言ってください強いのそれは強いの、強いのってなりますやん、なるなるなる、こんなんで力入りますか、分かりました、山田さん立ってくださいって言われて立って、で立たして、行きますよっつって、お前ここから、ここからドンってやられたんですよ、3メーターぐらい飛んで、怖っ、そっから行ってない行きやそれは、山田君のために時間使ってくれてんねんから、すごいセンスや、狭い道場で、おっさん2人、1人も吹っ飛ばされて、これ何の状況やと思って、で、なんねや、これだけやで、これだけでバーン吹っ飛んで、いや、すげえな、マジマジマジ、いややっぱ、そういうのほんまにあんねんな。